ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。最近思うんだけど、歴史に名前を残した人って、戦で勝ったり裏切ったり、屍の山に登って偉くなった人がほとんどよね。そういう時代が長かったからな。もっとおかしな手段で偉くなった人っていないの？どうしたんだ急に？別に自分の手を汚さずに偉くなりたいわけじゃないんだからね。そういうことか。だったらこういうのはどうだ？死者が3つあったおかげで、後見天皇に寵愛を受けたそうよ。同郷の話だ。膝が3つ？片足に？それとも両足？どちらにしても歩きづらそうね。そういう意味じゃないんだけどな。それじゃ今回は飛鳥時代の末期に活躍し、僧侶でありながら朝廷のトップまで上り詰めた同郷の解説をするぜ。ゆっくりしていってね。3つ目の膝についてはとりあえず置いといて、まずは同郷が世に出るまでの生い立ちを解説するぜ。お預け食らわせるのね。700年頃に現在の大阪府八尾市、河内の国は海軍で生まれたとされている。両親もお坊さんなの？詳細は分かっていないが、どうやら湯気宇治のでみたいだな。湯気って聞いただけでラーメンが食べたくなったのは私だけ？霊夢だけだ。湯気宇治ってのは弓を作成する湯気部を率いた氏族なんだ。それって偉いの？当時の朝廷で権力を持っていた藤原氏みたく高い身分の一族ではないな。若い頃は北宗宗の高僧、義円の弟子だったようだ。ちなみに北宗宗は西遊記に登場する三蔵法師のモデルとなった。玄奘の弟子が開いた宗派なんだぜ。三蔵法師の弟子ってことは著八戒あたりかしら？豚や猿やカッパではなく人間だ。その後は東大寺を開山した老弁から、本語、いわゆるサンスクリット語を学ぶなど、僧侶としての教養を身につけたとされている。ボンゴって小物とか T シャツにプリントされてるのよく見るやつね。禅に通じてるともよく知られていたことから、同郷は禅寺として朝廷に入ること許されるようになったんだ。禅寺って何する人なの？朝廷内で治療を行う僧侶に与えられた名称だぜ。僧侶が治療？お灸でも据えるのかしら？叱ってどうする？禅寺となった同郷は761年にそれまでの僧としての人生を一変させる人物と出会う。それが第46代後見天皇だ。どんな人なのかしら？後見天皇についても解説するぜ。第40代天武天皇の直系曹孫、聖武天皇を父に持ち、藤原氏出身の光明氏を母に持つ、史上6人目の女性天皇なんだ。他に兄弟がいなかったの？いや、そもそもは二人の間に生まれた唯一の男子、元陽が皇太子だったが、若くして病気で亡くなったんだ。そこで749年に聖武天皇から上位され後見天皇として即位することになったんだ。何でもいいから私に上位してくれる人いないかしら。なんであってもいないだろうな。756年には聖武天皇が崩御すると、天武天皇の孫にあたる船堂を皇太子にしろっていう遺書を残した。つまりは後見天皇の次の即位する人ってことね。だが船堂にはどうやら皇太子としてふさわしくなかったようなんだ。何したの？聖武天皇の服喪中にもかかわらず、みだらで身勝手な行動があったらしい。しかも注意しても聞かなかったんだ。後見天皇は船堂の皇太子を廃して、船堂のいとこの大王、後野の順仁天皇を皇太子にしたんだ。お父さんの言ったことを勝手に変えてよかったのかしら。聖武天皇の崩御後、母の光明皇后とその甥の藤原の仲間らに、助けてもらいながら政治を行っていたんだ。どうやら船堂の皇太子廃止には仲間らの意向も働いていたようだぜ。自分の権力を守るためとか理由があったのかしらね。どうなんだろうな。だが権力を奪おうとする者が現れるのが世の常。仲間らの牽制に焦りを感じた立花の奈良麻呂や、大友の小麻呂が後見天皇を引きずり落とそうとクーデターを企てるんだ。またそうやって乱暴に権力を取ろうとする。麻呂麻呂コンビの計画はうまくいくのかしら？いや、仲間らが事前にクーデターを察知し、関係者は粛清されたんだ。しかも彼らが天皇に擁立しようとしていた人物のリストに、船堂の名前があったことから、船堂も一緒に粛清されてしまった。ひどい巻き添え食らったわね。さて、後見天皇には自分に反抗した者に卑しい名前をつける習慣があったんだ。何それ、ひどいあだ名をつける感じ？あだ名っていうか改名させるんだぜ。名前には言霊がこもっているから、大切にしなくちゃいけないって考えがある。だから卑しい名前をつけて貶めようってことだ。この事件では船堂は惑妃、惑い者って意味の名前をつけられてしまった。いまいちピンとこないけど、どういう意味かな？不浪人とか人の道から外れた人の意味だろうな。下道か？その後758年に後見天皇は病気になった母、光明皇后に仕えるために退位し、大王に上位したため上皇になった。だが2年後には母が亡くなってしまうんだ。看病したんでしょうけど、残念ね。後見上皇は母を亡くしたショックのせいか自分も病気で倒れてしまう。ここで登場するのが禅寺として朝廷に入っていた同郷なんだ。
すっかり忘れてたわ。同郷の熱心な看病のおかげか、後見上皇の病気は治ったそうだ。上皇は同郷の看病に心打たれ、この後から同郷といろんな意味で関係を深め、政治的にも重要し始めるんだ。いろんな意味って、やけに意味深じゃないの。そうだな。上皇が深く同郷に寵愛を与えたのには同郷の三つ目の膝が関係していると言われている。膝のこと忘れてたわ。どういう意味なの？三つ目の膝とは、二本目のあれだ。ごめん、全く何のことかわからないから、具体的にあれの名称を言ってもらえるかしら。かまととぶり上がって、それじゃ言ってやるよ、ち。言うなバカ。男性の股についてるあれのことだね。でも膝ってどういうこと？これは江戸時代に読まれた川柳だ。同郷は、座ると膝が、三つでき、つまりはそれだけでかかったってことだよな。でかすぎでしょ。実際はあれのでかさを確認できる資料はないそうだから、本当のことかどうかわからないんだけどな。あったとしてどんな資料よ。ちなみに、大阪や奈良に生息するオサムシの一種は、体の割に同郷と同じ感じだから同郷オサムシって呼ばれてるぜ。それにしても後見上皇もかわいそうよね。同郷の下半身を寵愛していたって言われてるってことでしょ。母を亡くしてショックを受けている時に、看病してくれた恩かもしれないけどな。だが当時、後見上皇の周りにいた者たちにとっては、どうして得体の知れない僧侶が、こんなにも重要されてるのか理解できず、不信感を抱き始めた。理由を聞かれても下半身とは答えづらいでしょうしね。上皇から上位を受けた順仁天皇も注意をしていたそうなんだ。だが後見上皇は注意に対しブチギレ、二人の関係は悪化していったんだぜ。綺麗でもいいじゃないの。しかも注意されればされるほど、さらに同郷にのめり込み暴走を始めた。762年に順仁天皇ではなく、自らが政務を行うって宣言し、順仁天皇は祭祀など儀式を行うだけの形式的な存在で良いって言い始めるんだ。親の介護から解放されて、仕事を再開する人もいるからね。宣言はしたものの、実際に上皇が政治を握ったかどうかは分かっていない。少なくとも天皇の軍事指揮権の象徴、礼印は順仁天皇の元にあったな。でも仲が悪い上にお前はお飾りだなんて言ったら、顔も合わせづらいわよね。上皇は順仁天皇の不幸を理由に別居し出家したから、大丈夫だろうな。同郷はどうしてたの？翌年763年に同郷は、焦燥図命じられ地位を固めていたんだ。いい感じにたぶらかせたわね。さらに地位を向上させた事件が起きる。764年の藤原の仲間路の乱だ。仲間路って上皇の政治を支えてた人だよね。そうだ。実質的な政治的トップにいた太政大臣の仲間路は、上皇と同郷の深い関係に焦りを感じクーデターを目論むんだぜ。また乱暴2回、どっちが勝つんだろ？軍事力では仲間路が優位だったが、密告を受けた上皇は先手を打つため、順仁天皇の霊印を回収し、官軍を討伐に派遣したんだ。結果、仲間路を含む一族のほとんどが戦死、上皇はクーデターを任したんだ。また巻き込まれちゃう人が出てきたりする？そうだぜ。仲間路陣営にいた人物の多くは流罪になったが、順仁天皇も仲間路側として淡路島に流されてしまった。その後順仁天皇は謎の死を遂げている。都合よく自分にとやかく言う人を消したわね。そうなるな。しかも上皇は再び即位し、聖徳天皇になるんだ。ちなみに出家したまま即位したのは聖徳天皇が日本唯一なんだぜ。即位したならやりたい放題できるね。仲間路がついていた太政大臣の席が空くと、同郷は太政大臣前次に就任し、僧侶でありながら政治的な権力を手に入れた。さらに765年、聖徳天皇から法王っていう肩書きを与えられ、仏教界の頂点をも手に入れることになったんだ。下半身でそこまで成り上がったってすごいわね。よっぽど同郷を気に入ってたんだ。そうだな。太政大臣前次も法王もこの当時には存在しない地位で、同郷のために特別に用意されたものだしな。それに同郷だけではなく同郷の弟、湯気の清人も地位が上がり、同郷陣営の権力は増大していった。まさか弟もでかかった？それは知らん。さて、ここで問題が浮上する。聖徳天皇の後継問題だ。当時の女性天皇は全て独身だから王子はいない。しかも聖徳天皇の意向で皇太子が決まっていなかったから、誰が次の天皇になるかが問題だったんだ。その中、突如問題を解決させる一報が入ってくる。私が上位を募集してることかしら？769年に九州防衛のトップ太宰の措置についていた同郷の弟、湯気の清人が大分の宇佐八幡宮の御神託として、こんなメッセージを送ってきたんだ。同郷を皇位につければ世の中は平和になるってな。いやいや、弟の時点で怪しさ満点でしょ。同郷が弟にそう言えって言ったんでしょうね。そうかもしれないが、聖徳天皇は喜んだだろうぜ。自分が寵愛してる同郷が皇位につくんだからな。
聖徳天皇は御神託を確認するため、九州へ信頼を受ける人物、わけのひろむしを派遣しようとする。むしなの？11歳の頃から聖徳天皇に仕え、信仰が厚い女官だ。中麿がクーデターを起こした時には死罪を流罪に改めさせ、乱の被害になった孤児83人も養育した里親制度、施設擁護の創始者的な人物だ。それなら信用できるわよね。だが広武氏は病気のために辞退、弟の清麿が確認に行くことになったんだ。どんな答えを持ち帰ってくるのかしら。片道12日間かけて持ち帰ってきた答えは、信託は嘘、皇位継承は皇族の人間にすべしだった。なんでよ、って怒ったんじゃない？ああ、激怒し、ひどい名前に改名させる罪にしたんだ。どんなの？わけべの北名麿だ。汚いってひどいわね。姉にはわけべの広むしめって改名させた。いや、お姉ちゃんは関係ないでしょ。これで同郷が天皇に即位することはなくなり、聖徳天皇も無理に話を進めようとすることはなかったんだ。二人の関係にひびが入らなかったかしら？大丈夫そうだ。二人ずれ立って同郷のふるさとの河内の雪の宮に行幸して、下部音欲に浸ったようだからな。ラブラブってことだね。そうなんだろうな。ここまで政治のトップには聖徳天皇、仏教のトップには同郷がつき、二人の深い関係が続いていたが、とうとう終わりが来てしまう。行幸中に病気で倒れてしまったんだ。また同郷の看病でなんとかなるんじゃないの？いや、看病で近づけたのは女官の吉備の真吉備の妹、吉備の百合だけだった。会いたかったでしょうね。770年8月、聖徳天皇が崩御した時も、立ち会ったのは百合だけだったそうだ。死が二人を分かってしまったんだね。聖徳天皇っていう絶大なバックをなくした同郷はというと、信託問題での刑罰を課せられることはなく、現在の栃木県、下野薬師寺別当を命じられて下野の国に行くことになった。信託を伝えた弟やその息子は流罪になったけどな。下半身で天皇になろうとした同郷は許されたのかしら？長年の功績があったからだろうな。同郷はその2年後に下野国で72歳で亡くなったんだ。栃木県有光寺の境内には同郷のお墓だって伝わる塚があるぜ。下半身で権力を行為を得ようとしたとんでもない奴だったわね。そういう見方もあって日本三大悪人の一人として数えられているんだろうな。だが、思い出してほしいのは、凶悪な振る舞いや、誰かを静粛したとか、歴史に名を刻む悪用は特にしてないんだよな。そういえばそうね。御神託事件にしても、聖徳天皇が首謀者って説もあったり、次の天皇に即位した後任天皇を正当化するために作られたって説もあるな。それじゃ聖徳天皇に一方的に愛されてただけ？そういう見方もあるな。さて、これで三つ目の膝があったと言われる同郷の解説は終わるぜ。なるほどね。偉い人に気に入られるには愛されポイントが必要なわけね。よかった。霊夢のことだから私も三つ目が欲しい、なんて言い出すかと思ったぜ。三つ目も何も一つ目もないし、私なら胸を三つ目の頭くらいにすれば。残念だが一つ目の頭しか画面に映らないぜ。そうだった。ならば第三の目を。それじゃ、ご視聴ありがとうございました。